杉野昭雄さん、杉野茂雄さん、鳥飼義さん、この3人の方でございます。これもやはり杉野さんの方のご専門なんですが、ちょっと解説をお願いしたいんです。そうでございます。今、なぎなたをやっており、使いますが、このなぎなたは香取神道流の表のなぎなた、三つのなぎなた、四つのなぎなたです。神道流の表二本になっています。はは、鳥貝さんは千葉の高等女学校の昔、なぎなたの先生、その他千葉県下の、学校の先生だった。鳥貝義さんと相対しておりますのが杉野昭雄さんでございます。なかなか鳥貝さんは切れるなぎなたで有名でした。はあ、はあ、そうですか。